いな。箱舟は着々と炭酸に向かっているな。なぜだか俺様は鼻が高いぞ。ところで、箱舟というからには桃だけじゃなく植物も乗せてみてはどうだ。なんで？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。あ、君、待って、なんてこったい。箱舟を作るなんて聞いてなかったぜ。でも仲間になったんだから作るしかねえな。誰の話、ちょっとあいな、ここまで箱舟ができたのはオイラが親方だったおかげだよな。わからんけど。けどよ、ものづくりってやつは腹が減る。どうも食欲までビルドしちまうみてえだ。そこでな、お前には食い物をビルドできるように魔物のキッチンを作ってもらいてえんだ。部屋の中に魔物飯マウンテン皿と収納ロッカー、レンガキッチンを置いて魔物のキッチンを作ってくれ。魔物飯マウンテン皿の素材になるメガ盛り魔物飯はうごめくつると腐った肉、苦きのこで作れるぜ。素材がどこにあるかわからなかったらもう一度オイラに話しかけてくれよな。そうそう、部屋は箱舟の中に作ってくれよ。出航した後も料理ができるようになる。料理ができるようにな。ってことはどっちかの部屋に作ればいいってことかな。右側か左側。魔物飯マウンテン皿、魔物たちが美味しく食べる大皿料理。この辺に作ったらいい？狭いかな。こっち側の方がいいかな。魔物飯キッチン、いや、こっちの方が狭いな。今削り音かもしれんけどとりあえず作りますか。と、焚き火が必要。あ、ちょっと怖い。とりあえずこれを使って、でも今既存の部屋を使えばいいんやろ。とりあえずね、もしかしたら壊さんといかんなるかもしれんけど、そしたらそれはそれでまたその時にね、作ればいいやろ、別の部屋を。と、収納ロッカーと、で、あ、これか。魔物飯マウンテン、メガ盛り魔物飯はどうやって作るんですか。メガ盛りマウンテン寿司飯。メガ盛り魔物飯、え、どうやって作ったらいいのそれ。とりあえずレンガキッチンを置きます。で、ちゃんと置けとんかな。まあいっか。で、収納ロッカーを、なんかすげえ邪魔やけど、まあ、ここに置いとくか。冷蔵庫みたいな感じね。はい、これシンプルキッチン出来上がり。よいしょ。全然作れんよ。てか、メガ盛りまも、あ、そっか、メガ盛りまもの飯ってこっちで作るんじゃない？そうよ、これで作るんやん。ちょっと待って、入れる。足りんかったわけじゃなく、あっちで作るんじゃないんや。何やってんだ。ふぅ、今さら気づく。一個ずつで料理なんかできるわいね。つらー。よし、ってことで待ってる間にキッシムの方も聞いておこう。あいな、箱舟は着々と炭酸に向かっているな。なぜだか俺様は鼻が高いぞ。ところで、箱舟というからには桃だけじゃなく植物も乗せてみてはどうだ。なんでこう見えて俺様は園芸ってやつが大好きでな。箱舟の中に怪しい植物園を作れんか。怪しい植物園があれば料理の素材も手に入れられる。植物で心も洗われていいことつくめだ。でも怪しげな、え、洗われるのそれ。部屋の中に収納ロッカー1つ、奇妙な花で4つ、奇妙な大花を2つ置いて怪しい植物園を作ってくれ。そうそう、部屋に置いてもらう浮遊植物は確か箱舟の外の岩場にあった気がするぜ。それはこっちの部屋でいいかな。まあ、とりあえず、あ、待って、全部できてる。受け取っておこう。よいしょー。オッケーオッケー。じゃあ、あとこの紙砕くした場、これを入れて、練成お願いします。ちょ、なんか出来上がるのめっちゃ時間かかるね。びっくりなんやけどとりあえず、じゃあちょっとこっちに収納箱を1個と、収納箱っていうか収納ロッカー1個と、あとは植物だけ？あ、レベルが上がった、やった
戦ってないけど。はい、レベル34。自分が剣を振るわなくてもレベルは上がっていくのね。こっち植物園にした方がいいよね。なんかこういう段みたいなのあるし。ってことでここに収納ロッカーを置きまして、あとはこの辺が必要なんやっけ。何個ずつ必要って言った？なんかちょっとよくわからんけど、とりあえず壁につけれるんかな。じゃあこの辺のをこう置いて。気持ち悪いなそれ。ねえ、なんかめっちゃ気持ち悪いね。はい、大花、大花、やばいな、なんだこれ、超絶気持ち悪いやん。あと何個いるの。でこの辺のを上につけようかな。でこっち側とかにもつけとけばいいかな。ほっ、ふう、キモーい。てかごっちゃごちゃなんやけど。ごちゃごちゃすぎない。ね、何個いるの。てか何個置いた。1、2、3、4、5。大花があと1個いるんかな。大花、大花。お、なそんなところにはしごが、そんなところにできたの。はい、多分この大花があと1個必要。さあ持っていくぜ。大花4つの小さい花2つやったんかな。ちょっと待ってね。じゃあとりあえず、よし、これをこっちを間違えた、ごめんね。破壊すると、破壊するところだったわ。これで小さい怪しい植物園が出来上がったやろ。オッケー、すげえ気持ち悪いけど大丈夫これ。うおー、怪しい植物園を完成させてくれたのか。こいつは癒される。マジかよ。それにしてもあの時お前はぶった切らなくて本当に良かったぜ。俺様たちの種族は剣を持っているせいかすぐに首を切り落としたくなっちまうんだ。危なすぎる。キモいな。何？前にも船の中で骸骨の船長に首を切られそうになった。カッカッカッ、そりゃすまん。俺様からそいつの代わりに謝っておこう。思えばメタッツやグリムン、そしてキラージェンにまた会えたのも全部お前のおかげだ。アイナ、改めて礼を言う。お前と破壊神様の再会に俺様も全力で手を貸すぜ。この怪しい植物めちゃくちゃ呼吸をしているかのごとく動きようよね。気持ち悪い。あ、そして、できたね。やったー、メガ盛り桃の飯初めて作ったよ。そして、これでやっと、どこや。はい、桃の飯マウンテン皿、これが出来上がるわけだね。やったー。ってことで、これを、なんかテーブルとか置きたいね。ないんかな。邪教の祭壇ぐらいしかない感じ。あ、つら。そういう感じなのね。なるほど。じゃあ何かしら箱的なものはないの。ないんか。なるほどね。ってことやから、なんかブロックを、エアベントってなんかちょっとよくわからんけど、板の床、土でいっか。適当。いや、もう土だったら置かなくて、あ、でっか、こういう感じなんや。へぇー。ってことはもうこの辺にドンと置くね。はい。どう？これで魔物のキッチン完成。できたよ、できたよ。けけけ、魔物のキッチンが完成したんだな。めちゃめちゃいい感じだぜ。これで俺たちも料理ができる。お前の分も収納ロッカーに入れておくから、よかったら食ってくれよな。ありがとう。けけけ、あゆな。それにしてもお前は本当に面白い。っていうか頭のおかしいやつだよな。破壊を信じるハーゴン教団の聖地で、人間のビルダーであるお前が中心になって物を作ってやがる。おっと、そうだったそうだった。破壊神様はお前に泊まらさったな。けけけ、あゆな。お前と破壊神様は絶対また会える。おいらお前たちの再会を応援してるぜ。ありがとう、いい子だね。ん？うげげ、なんだこの気配は。何、敵の気配ですか、まさかの。ちょっと待って、
カート集めとこ。おお、結構集まったやん。いいね、いいね。210までいった。さあ、戦いか。頑張ろうか。ピピピー、警告、警告。魔物の気配検知。魔物の気配検知。あいな、どうやら黒き魔物たちがここに迫っておるようじゃ。ここまで作り上げた箱舟を壊されるわけにはいかん。戦いの準備は良いか。オッケー。うん。ではわしもオンボロボディを何とか動かして敵を迎え撃つことにしよう。わしはもう追い先短い。いつ壊れるかわからぬが、命が続く限り、お主ともに戦うぞい。キラージー、そろそろちょっとやばいんじゃないかなと思うんやけど。はい、バトルスタート。さあ、やってくぜい。てい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 。なんか全然体力奪えてなくない？大丈夫？止まって。もしかしてこっちの方がいいとかそういうことは。情けだね。頑張ろう。うわ、受けるイメージ、受けるイメージ自分が何言ってんのか分かんねえや。受けるダメージやばくない？多すぎない？ちょ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 、怖い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 。よいしょ、OK。 いやー痛い。あーあと一発でやられそう。ちょっと待って。あー怖い。無理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 。はい、いけ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 。でも君たちももの全然体力減ってないね。うぃー、なに、え、道でかくない？気のせい。どういう状態？人面地的なものか、こいつは。お、結構体力奪えよ。よきよき。なんかすげえ吹っ飛ばされたけど、よきよき。破壊破壊。洗脳されてるね。あと3匹どこにおる？どれ？おらんかない？おー、来た来た来た。どこが目なんだかよくわからん。いてててててて。そっか。あ、これ両方とも人面的なのかと思ったら違うんや。もう一匹はシルバーデビル的なやつか。あー、やめてよ、こっちの方向向いてするの、そういうの。あ、どう今の、やっつけれてないんかい。これでいけたやろ。よっしゃい。バカガガガガ。やったね。拠点を狙うモンスターをやっつけた。向こうやっつけたんや。やった。黒い魔物たちを倒したね。僕たち破壊から箱舟を守れたんだ。ふん。今まで我々は破壊してばかりだったが、大切なものを守るというのも悪くない。守ったり作ったりする方が壊すより難しいようですね。しかしそれもいいものだ。まさかハーゴン教団の我々がこんな考えに至るとはな。よし、これを機に我々は破壊と縁を切る。破壊は悪、ものづくりこそ正しき道だ。おお、やった、ありがたい。私も同感です。ものづくり万歳、ビルダー万歳。お、本当にここにビルダー教が出来上がるよるみたいな。あれ、どうしたの、あゆな。みんなこんなにものづくりを褒めてるのに不満でもあるの？まあよかろう。クレームものどもは追い払えたのじゃ。箱舟作りを進めるとしようぞ。ほい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、え、なんかキラー G めっちゃブルブルするんやけど大丈夫なんかな。え、途中で壊れたりとかないよね、せっかくの戦力。